さあ後半アディショナルタイム、これが残りワンプレーと、ワンプレーとなるか。おっと正馬にボールが当たった、キーパーと1どうする。おっとここで川島英二のビッグセーブ、惜しくも正馬のシュートは入らず、ここで試合終了。夢か。おお、お前人の寝てるとこ見るとか、お前趣味悪いな。俺の動画見てくれる人みんなに幸あれ。夢の中にあるもの。最近ずっと天気悪かったのでね、久々に天気がいいのでね、気持ちも晴れ晴れというか穏やかというか、この気持ちはなんだろう。Quand t'es venu dans la rue inconnue。胸キュンクッキング、キュンキュン。マジやめよう、こういうキャラ。えっ、この三友の一厘、このちょうど水のラインだね。合ってるか合ってないかでご飯の硬さ柔らかさ決まるんです。そこまでこだわってあなたはご飯を炊いてますかって、そこなんですよ。先入観を捨ててください。俺には無理なんじゃないかなって、そう思ったら当然無理ですよ。 Let's go to heaven。 なんかこの間マミーから連絡来て、キノコは一回火通した方がいいって言われたので一旦火通しとく。 PK ファイヤー。ごめんな。うん、シンプルに話せばシンプルになる、深刻に話せば深刻になる。ピーマンとか俺切ったことないんだけど、卵の賞味期限俺の誕生日なんだけど、縁起ある。もうめんどくさいから全部入れちゃおう。ついでにキノコも。えんちゃう？料理できる俺かけベベン。あっちこっち戻りっち、いただきます。あーうまい。ではいただきます。ここ後楽園ですか、もしかして。ここ後楽園ですかっていうぐらいうまいっすね。うん。マミアンドイス。ごちそうさま、ドワイヤン。それでは急いで食器洗います。下におるのマスチェラーのマーキロ。日本からこんにちは。はい。今の挨拶は僕の最近ハマってる YouTuber のマキモチャンネルさんの挨拶です。この間ね、初めて TikTok ライブでお話ししたりして、今度ね、コラボもしてくれるということなので、フィンランドでプロサッカー選手として活動しているので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃおもろいんで。これから編集してサッカーしに行くんですけど、今日はこちら。ベーン！ X ドライプロ。こちらのレビューをしていきたいと思います。では今からね、編集して、ちょっと軽く家でトレーニングやってから、サッカーしに向かいに行きたいと思います。それでは。行ってきます。
はい、大輔約20分の遅刻なのにめっちゃ堂々としています。彼はお前さんおいもう20分遅刻してるで。おい大輔、入り口ここな。動揺してんじゃねえかお前。おい、これ違うよな。おせえな大輔、社会人としてどう。お前これ大事なさ、セレクション前だったらどう。これ遅れること許される。いや許されないっすね。だよな、言い訳一個聞いとくよ一応。じゃあ、いやまあたなんかポーっとしてたら時間って過ぎ去っていくんだよ。おいよ、おー乗ってくる。もう続いてくれ。ここ、それでいいの？撮ってた多分。
うまい。いいね、うまい。履いてみてですね、今日これフィット感はやっぱレビチでしたね。走りやすいし蹴りやすいしドリブルもめっちゃやりやすかったです。ポイントもねこれしっかり刺さるんで、皆さんぜひこれ買ってみてください。僕は今シーズンこれとねこれを履いて頑張ろうと思います。帰宅します。この野郎、俺のチャリを乗ってこいつ。寿司うまいか。うまいか。うまいっす。現状に満足すんな。何も見えないふりをしていた。悲しみが見えすぎたから。今日は多いぞ。マジでガチュない、あいつら飲んでさ缶中ハイ、言ってくだけだぜマジで。俺は YouTuber マジでリスペクトあるけど、お前の YouTube が一番好き。 Yo、 まるで唯一無二な武器を持ってる。お前に無視なんてしない、だけどアンチは無視。
そうだよ、アンチは無視だよ。だけど俺はアンチをアンチと思ってないよ。アンチもアンチとしての意見として取り入れる。その上で自分が出来上がる。やっと、やっと洗濯物終わって、俺の着火ファイヤー。それだ、ご飯行ってきます。え、動画撮ったの？メシ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 。誰得だって？食べログとか気にしないよ。マジで誰得だよそんな。誰と食うかだよ。おお。来ました。たまる食堂です。じゃあなんですけど、気ぃつけてな。ケツに火つけろよお前。はい、それではね、そろそろ寝たいと思うんですけど、いつも自分冬はこのモフモフのパジャマ着て寝てたんですけど、この間たまたまパジャマ着ないでモフモフの生地じゃないやつで寝てみたんですよ。そしたら朝の目覚めなんかちょっとスッキリしてていいような感じして、今日の朝はこれだったんですけど、なんかちょっと朝スッキリ起きれない感じがして、ちょっとその感覚的な部分なんですけど、やっぱり睡眠の質にはねこだわっていきたいので、ちょっともう一度試しにね同じ状況で1日同じルーティンにして、今日はまたこれで寝て、で明日またパジャマ着て寝て比べてみたいと思います。それでは皆さん、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではベナスウォッチです。